ない、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 なんで？俺はアントン。あー、こんなところにダンゴムシが。僕はトアル。理科の授業、特に生き物を観察する時間が大好きだ。面白い生き物たくさん見つけられたかな？来週は川の生き物について調べてみましょう。川ってことは魚？お魚もたくさんいるけれど、それだけじゃないのよ。ズバリ、次のテーマは川の中の小さな生き物。布の上に川の水を流して流れなかった小さな生き物を虫眼鏡で観察するの。みんな、家にろ過に使える薄手の布はあるかな？土日の間の課題にするので、みんなやってきてくださいね。はーい。川の中の小さな生き物、面白そうだ。明日、家の近くの川に行ってみよう。僕は学校から帰った後、ママに課題の話をした。へえ、トールは生き物が好きだからよかったじゃない。うん、早速明日すぐ近くの川でやってみるね。そうだ、実験に使えそうな布ってあるかな？生き物が見えないと困るから、暗い色じゃダメなんだって。サイズは大きくなくていい。薄手がいいな。ああ、それならこれを使っていいわよ。もともと T シャツだった生地をハンカチにしたものなの。ありがとう。あ、算数の宿題あったんだった。忘れないうちにやらなきゃ。もう忙しい子ね。どのぐらい小さな生き物がいるのかな？虫とかもいるのかな？僕はとにかく明日の実験が楽しみで仕方なかった。次の日の朝のこと。今日は早く帰れそうだよ。わかったわ、行ってらっしゃい。あれ、あれれ、ない、ない、ママからもらったハンカチがない。なんで？今日使うから急いで探さないと。あの時どこに置いたっけ？なくしたと言ったら絶対ママに怒られる。僕は必死にリビング中を探し回った。間違ってママがしまっちゃったかもしれないし、この中にあったり。ん？これはママのスケスケおパンツ。トール、何してるの？ママちょっとお出かけしてくるわね。あ、うん、行ってらっしゃい。もうこれでいいや。早く川に行きたかった僕は、昨日の布がなかなか見つからなかったから、ママのパンツでろ過実験をすることにした。川に着いた僕はなるべく生き物がいそうな場所を探した。あ、ここの水なんだか汚いし、生き物がたくさんいそうだな。おお、ザリガニだ。カエルもいるぞ。ここら辺から水を汲んでみよう。僕はママのパンツを木の枝に吊るして川の水を流し込んだ。バケツの中には小さな魚や虫の卵のようなもの、そしてヒルがたくさんついていた。おお、ママのパンツ結構使えるんだな。それにしても川にはいろんな生き物がいるんだな。何回か観察を繰り返し、無事に実験は終了した。あー、面白かった。実験記録もしっかり書けたし、魚は川に戻してあげないと。ヒルって取れにくいな。帰ってからちゃんと洗えばいいか。ただいまーっと。このまま洗濯機に入れたら、勝手にママのパンツを持って行ったのがバレちゃうよな。そっか、手洗いしてからタンスに戻せばいいのか。ただいま。あ、やば、ママも帰ってきた。お、おかえり。僕は慌ててパンツをタンスの中に押し込んでしまった。その日の夜。このクイズ番組面白いな。珍しくパパも早く帰ってきていて、パンツを洗うタイミングがなくて困っていた。その時。あ、ママもそれ見たい。ママは何も見ずに僕が実験に使ったパンツを履いてしまった。僕はそれに気づかず、ずっとヒヤヒヤしながらテレビを見ていた。しかし、あれ、大丈夫なのかな。特に何も言われなかったので、明日こそ洗おうと思ってそのまま寝ることにした。翌朝。はあ、おはよう。おはよう、トール。あれ、ママなんかムズムズしてる。なんとなくママの様子がおかしかった。なんか今日お尻が痒いのよ。尻が？気のせいじゃないのか。虫刺されにしては痒すぎるのよね。困ったわ。
まさかママあの時のパンツを履いちゃった？そういえば今日って新しいキッチン棚が届く日だよね。ええ、今回は便利屋さんに組み立てをお願いしているのよ。前パパに椅子を組み立ててもらったら大失敗しちゃったからね。あ、来たみたい。こんにちは、よろしくお願いします。おお、手際がいいな。こういう棚は何度か組み立てたことがあるんで。トール、お茶出すのを手伝って。はい。お母さん、やたらとお尻をかいてる気がする。虫に刺されちゃったのかしら。そしてその時は突然訪れる。はぁ、どうして今日はこんなにお尻がかゆいのかしら。ん？何かお尻についてる？え？ママ？どうしたんですか？お尻にヒルがついていて。ヒル？本当だ、このヒル取ってもらえませんか？わかりました。ローリーちゃん、キッチンからお塩を持ってきて。はい。ヒルに塩をかけることで体についたヒルを取ることができるらしい。やばい、やっぱりあのパンツだ。僕はドアの陰からママが涙目になってヒルを取っているのを見ていた。まだしばらく痒いかもしれませんが、血を押し出すように洗って様子を見てみてください。わかりました。いったったった。虫刺されじゃなかったのか。でもどうしてお尻にたくさんのヒルが。それ僕のせいだと思う。トール、ママの履いてたそのパンツを川の水をろ過する実験に使ったんだ。最初にママがくれたハンカチ、あれなくしちゃって。ハンカチ、もしかしてこれか。あ、それ。リビングの机の下に落ちてたんだ。洗濯した俺のハンカチだと勘違いして持って行ってしまったんだよ。だから見つからなかったんだ。なくしたって言ったら怒られると思ってタンスを漁ってママのパンツを代わりに持って行ったんだ。家でこっそり洗って返そうと思っていたんだけど、パパもママもいるから洗えずにそのままタンスに入れていたんだ。ごめんなさい。あんたね、ママのパンツを実験道具に使うなんて何考えてるの。最初にあげたハンカチもすぐにカバンにしまったらなくさなかったでしょ。ママのお尻すごく痒くて痛かったんだからね。ごめんなさい。トール君、いっぱい叱られちゃったね。最初に正直に話していたら怒られるのは1回だけだったんだよ。自分が悪いと思ったらさっきみたいにちゃんと言おうね。はい。悪いことを隠してもいつかはバレちゃうんだからね。俺も拾った時にちゃんと聞いておけばよかったよな。ごめんな。僕はママにたくさん叱られてもう隠し事はしないと反省した。無事解決してよかったけど、なんで他のハンカチじゃなくてパンツを持って行ったんだろう。子供の発想ってすごいな。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。あ、アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。